先日ですね、つい先日なんですが、7月の29日、武州川越お化け話2023ということで、お寺、西明寺さんというですね、川越にありますお寺で、守りの虎をやらせていただきました。その際、もう、大体まあ冒頭から何か起こるだろうな、という期待値ではないんですけども、何かその、若干、心配しているところもあったんですが、まあ今までお寺でやる分には、あまり、その、目覚ましいことも起きてなかったという、まあ、反面安堵感もあり、観光しました。ところが、始まってすぐにですね、僕の位置から見える真正面の入り口に当たる、まあ、ガラス扉があります。すりガラスになってるんですけど。そこにですね、外の明かりに照らされるようにして、人影が映るわけです。これお寺の本堂でやってますから、周りにぐるり、こう、縁側があります。ここの部分をずっと歩くんではなくて、入り口のところを行ったり来たり行ったり来たりするんですね。そんな影が映ったりしてました。そして、割とその終盤になって、僕の中では衝撃的なことが起きました。これ配信をご覧になった方、またもちろん現場にいらっしゃった方は、目の当たりにされたものだと思います。当日、ここのご住職からですね、お隣合わせをしている最中に、まあ、僕が割とこうお客様が座られるような、木製の椅子に座ってこうやってたんです。するとそこにご住職が来られて、ファッキーさん、こっちの方がちょっと雰囲気あっていいんじゃないですか、出してくれた、僧侶の方々が読経の際に使う、ちょっと荘厳な感じのですね、まるで閻魔大王のような、そんな椅子がありました。もう何十年も使っておられるもので、もちろんしっかりとしたものです。それをお借りしてやってたんです。で、ご覧になって、今からもご覧になっていただくわけですが、決して大きなアクションをしたわけでもない。立ち上がったり座ったりを繰り返したわけでもない。にもかかわらず、ちょっとしたハプニングが起きました。やはり、虎には何かが、つきまとうのかなと思った、一夜でしたね。はい。で、ガラガラガラッと開けた。で、貸しで、ガチンと開ける。あれ？鍵かかってるな。まあいいわ。で、ガラガラ。それで。